皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。最後までご視聴お願いいたします。本日10月8日日曜日、賢い計算という題でお話をしたいと思います。まあ、私は計算というものがあまり得意じゃないし好きではないですよね。まあ、私には4人の子供がいますが、次女はですね、そろばんを小学生の時ですかね、小中の時に、習わせたらですね、一生懸命やってね、5段まで行ったんですよ、5段じゃあ私はそろばんちょっとやりましたけどね、5級です、5級もうね、えらい違いですよ。5、4、3、2、1、初段1、2、3、4、5ですからね。まあそうやってね、比較して劣等感感じてもしょうがない。まあ子供に対してそんなこと思わないですしね、あ、いいな、よく頑張ってるなってこう思いますけど、まあ私はあのそろばんはあんまり得意じゃなかったですね。暗算も得意じゃなかった。でもね、今電卓があるからね、計算機があるから、もうそれでね、私は十分かなと思ってますけれど、まあ私はですね、そういう数の計算、お金の計算というのはあんまりしないんですけど、神様が見た永遠のそういう計算というのは好きです。神様が何を願っているか、神様が計算しておられること、それをですね、私は同じように考えて受け止めたいと思っております。フルタイムで牧師をしている、まあ、私もその一人ですけれど、そういうふうに牧師ができる牧師というのは恵まれた人だと言われます。6、7割ぐらいの人たちがですね、お仕事しながら牧師をしている、牧会をしている。まあ、それは有能だから無能だからというようなことではなくて、いろんな環境によります。教会がたくさんいて、その牧師をね、裕福に支えることができれば、それはフルタイムでできるでしょう。でも教会を開拓でゼロから始めた場合、並大抵のことではありません。まあ、いろいろ人間的に見たらね、牧師っていうのはそんなにお金にならないし、もしお金が好きだったら牧師より他のことをやった方がいい、まあそういうふうに言いたいんですけど、神様の計算によるならば、私は牧師という仕事が一番いいなって。神様はその仕事を誰よりも喜んでいてくれて、そして多くの人が救いに導かれ天国へ行く、そして弟子として育てられていく、神様の視点から見たら、神様の計算によるならね、まあ私はその結果というわけではないですけど、神様が呼んでくれたので牧師にさせていただきました。まあ、神様は必要なものすべて備えてくださいますし、まあ私は有り余るお金がなくてもね、必要なものがその都度与えられてきた。もうそれだけで神様の計算ってすごいなって思うんですよね。皆さんどうぞ神様の計算に生きていきませんか。神の国と義を第一に求めなさい。そうすればすべて必要なものを与えられる。ぜひそろばんを稼いで、そろばんをこう弾いてね、心配するよりも神様を第一にする。そうすると神様が必要を満たしてくださる。そういう世界で生きていく。お仕事っていうのはですね、ことに使えるって書きますよね。ことに使える、神様が与えたこと、神様が与えた使命に使える、それが仕事なんですよ。まあ、ある人は仕事っていうのはお金にならないものは仕事じゃないとかね、仕事っていうのは嫌なことをやるのが仕事だって、そういうふうに思う人がいますけれどね、まあ、もちろんそういう要素もあるかもしれません。でも仕事というのは神が与えたことに使えること、一生懸命やっていく、目先のことにとらわれない。皆さんそれが永遠の視点から見て一番賢い人、一番素晴らしい生き方、
この地上は一時的です。でもその引っ越しの先があるんですよね。間もなく引っ越す、間もなく終わるんですよ、この地上は。その引っ越した先は永遠に生きることになりますから、そこにつながる生き方、賢い計算をしながら生きていこうじゃないでしょうか。主はあなたを導いておられます。私たちを導いておられます。御霊の流れのままに私たちは進もう。御霊の導きの中を私たちは歩もう。御霊の流れのままに私たちは進もう。御霊の導きの中を私たちは歩もう。巡り巡り風が吹く、御霊の風が私たちの国に、御霊の思いのまま歩み続けよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。